第4章終戦。あれ、なんだろう。8月15日、入道雲からキラキラと光るものがこぼれました。雲の間から一機の飛行機が現れて、眩しいものをまき散らしていきます。光るものはビラでした。私は近くに舞い降りた一枚を拾い上げてみました。終戦。しかし自分が生きているのか死んでいるのかすら判断できないほどの重症の私には何の考えもありませんでした。焼け跡の瓦礫の上に4本の棒を立て、焼けたトタンを乗せただけのバラック、わずか2畳のスペースに家族を含む13人の生存者が体を寄せ合って夜露をしのぎました。みんな重傷を負っていました。昼間は照度に照りつける太陽の炎熱にあえぎましたが、夜から明け方の冷たさは冬を思わせるほどでした。この世から抹消されてしまったような焼け野原の闇夜は底知れないほど深く、私たちはお互いの体温で温め合い、性を確認し合い、暗い沈黙のうちに力づけ合っていました。私たちの地域には救援隊も救援物資も全く来ませんでした。この世に私たち以外の人間は見ず、もちろん動物もいません。私たちは草を食べ、雨水を飲んで生をつなぎ止めていました。草が生えるまでは何を食べていたのか誰も覚えていません。一時期私たちは昼間は軍隊の跡地から芋づるを引きずって帰り、夜は焼け跡の木切れを集めて明かりと暖を取りながら明日の糧になる芋づるの皮を剥きました。そのひとときは私たちにとって何よりも楽しい時間でした。みんな飢え、傷ついて、明日この中の何人かが欠けているかもしれないのに、私たちは子供のように声を立てて笑いました。焚き火はよく燃え、話題はつきません。話題は原爆の時の話だったり、その前の生活の話だったり、辛い話が多いんですけれども、でもそれを話してみんなで笑ってたんですね。極限状態の人間の姿です。それがお伝えしたいんですけども、お金もなく地位も名誉もなく何の欲もなく、今この時を生きて共に過ごす13人の人間たち、素晴らしく純粋な命の明るさがそこにはありました。あるよ、私たちは焼け残った五右衛門風呂にたまった雨水を沸かし、お風呂に入ることを思いつきました。私の全身には無数の傷があり、まだ皮膚の中にいくつものガラス片がたくさんたくさんだと思います、埋もれていました。しかし当時の私たちは命に関わる大怪我以外は傷とも思わず、痛みすらほとんど感じませんでした。被爆から半月余り経って入るお風呂です。私はそーっと湯の中に体を沈めます。心と体が柔らかく解きほぐされ、しみじみと全身を
幸福感が広がります。私は両手を天高く伸ばしました。すると指先に届く星たちが濡れた腕を伝って湯船の中に降りてきて、キラキラと水に飛び跳ねるのでした。また見渡す限り瓦礫と化した広島を金色に輝かせて沈む夕映え、毎夕夕方になると私は焼け野に立って沈む夕日を眺めて過ごしました。大きな太陽が西の山に沈むと、一旦暮れかかった空が再び色を得てビンビンと金色に輝き始めます。そして私の体も透き通って空に羽ばたきます。そして今今日も生きていて、この夕焼けを眺めることができた喜びを私はかみしめます。その時私の中に旋律が流れます。音楽というものを全然知らなかった私の胸の中に、毎日同じような旋律が流れて魂を揺さぶります。私に楽譜が書けたらとその時に思いました。それは死に直面しながらも今も小さな命を保っている14歳の少女の中に、わずかな感性をよみがえらせてくれる天の恵みだったのでしょうか。ああ、私は生きている、生きていることは素晴らしい。から、ずっと君
の隙間から光が差す。なぎ倒された木が大地を育む。泥水の川に緑が芽生える。そう、大丈夫、君は生きている。君の心の空高くには、君の知らない君だ。